皆さんこんばんは。こんばんは。第65回ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。はい、はい。本日の内容は、1つ目にビリヤードニュース、2つ目に、先日リボルバーで行われました、西日本グランプリの第4戦ですね。はい、はい、から、栗林プロ VS 大井直行プロの後半戦の後半戦ですね、はい、4対4から、はい、からですね、はい、と、3つ目に、栗林超人の引っ掛けのことなら俺に聞け、はい、はい、の3本立てでお送りいたします。それではビリヤードニュースご覧ください、はい、どうぞ。はい、第100回台湾女子プロツアーですね。優勝が張ジェイユ選手。張ジェイユ、はい、はい、いつも違く呼んでるんで誰のことだろうと思ったんですけど。あ、ほんまですか。シュウさん、ね、シュウさん、はい、有名な選手ですね。あれですね、アムウェイカップ優勝して、はい、最近なんかアベレージがね、はい、完全に台湾のトップですね。はい、はい、そして、準優勝に劉新明選手。はい、はい、あ、もう台湾の歴史をこうね、ビリヤード業界、ね、はい、第一人者みたいな感じの、はい、はい、劉新明、はい、さすがですね、はい、はい、そして、3位タイに、リン・イェンチェン選手、はい、はい、は世界チャンピオンですね、はい、そして同じく3位タイに、ライフェイさん選手、はい、はい、この選手もね、日本でも優勝してますしね、本当になんか全員知ってますね。そうですね、はい、はい、以上の4名です。はい、はい、それでは続きまして、はい、はい、第49期名人戦の A 級が、はい、はい、先日京都の方で行われましたね。はい、はい、はい、見事名人の挑戦権を獲得しました、はい、白馬タイガ選手、はい、沖縄の白馬タイガさんですね、はい、確かお店は、はい、あの玉木薫さんがやってる、ハスラーっていうお店、うん、で僕もチャレンジマッチ行った時に、はい、ついたんですけど、はい、まあ、沖縄のもう顔とか写真ではちょっとまあ似てないんですけど、川端聡プロにそっくり、で構えた瞬間に、あれ全然違うっていう、似てないじゃんっていう、はい、まあすごい強い選手だったんで、僕は知ってたんで、はい、もしかしたらと思った、はい、はい、挑戦権を獲得しました。はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、そしてそしてチャレンジ、はい、最後のね、はい、A 級の勝者に残った、はい、はい、はい、TRC の高田純次はい、野崎、これはあれですね、 TRC の高田純次というのはブログのタイトルですね。はい、そうですね、はい、皆さん多分知ってる方もいらっしゃると思うんですが、はい、野崎和彦選手ですね。はい、富山の、はい、はい、選手です。ちょっとすごいとんでもない映像になってます、ね、はい、常に今ワイマネがいたずらでこうカメラをアップしたり頭を映したりなんかいろいろしてますけど、まあ、野崎選手だけなんですけれども、はい、まあ野崎さんとワイマネの仲ということで、はい、OK というね、はい、はい、その、勝者で残られた野崎選手が、うん、残念ながら、はい、ね、タイガ選手に2連、はい、ね、勝者 で、 そうです、ね、プレーオフ負けてプレーオフまで行ったんですが、はい、ゲームボール、うん、もう残り2つ3つ2つで勝ちだったんですが、そのやっぱりそういう局面になるとお互いね、震えちゃって、まあ、野崎選手はミスをしてしまって負けちゃったと聞いてます。はい、いや、すごく接戦だったんですね。そうですね、はい、で、まあ、北陸ね、はい、北陸は3年前が三河さんがね、はい、A 級の決勝をついて負けちゃって、はい、でその次の年も三河さんが勝者てっぺんで最後まで行ったんですけど、うん、負けちゃって、結構北陸優秀ですね。うん、そうですね、はい、名人戦はすごい優秀ですね。うん、はい、で、タイガさんは、第48期生、8期の名人、はいはい、
持ち永選手ですね。はい、持ち永選手。島根で、はい、はい、名人の名人位決定戦、はい、が いつか分かりますか。9月の6日ですね。6日、はいはい、の日曜日、近いですね。来週、再来週、そうですね、来週、来週ですね、来週ですね、はい、来週の日曜日に、まあどちらが勝つか、はい、皆さんお楽しみに待っててください。はい、はいはいはい、以上ビリヤードニュースでした。はいはい、それでは、西日本グランプリの第4戦、栗林プロ VS 大井プロの後半戦をお届けいたします。はい、VTR スタート。はい、それでは、4対4、栗林徹 VS 大井直之プロの、はい、西日本グランプリ16後半戦です。はい、はい、ブレイクが多いプロ、ね、そうですね。 4点でリードして4対4に追いつかれたです、ね、はい、はい、ノーインですね。はい、ノーインですね。はい、はい、まああれですね、これは、まあ、前半戦の時にもお送りしたんですけれども、はい、言ったんですけれども、うん、このベスト16だけどうしてもリボルバーのテーブルが7台ということで、はい、まあ、これは決勝戦みたいな感じで始まった試合なんで、横のテーブルでも本当は試合をしていなきゃいけないんですけど、まだ始まってないですね。そろそろ始まるぐらいだと思うんですけど。あ、そうだ、はい、あ、先にもベスト16、1試合だけ入っちゃったみたいな。そうです。で、この時は、シングルに残った人がどんどん抽選をしていくんですよね、はい、本会場に戻ってきた人が、はい、で、抽選をして、まあ、赤狩山プロが前回優勝者シードなんで、はい、赤狩山プロだけ決まってたんですね、枠が。で、まあ、リボルバーで残ってた選手が5名、はい、いたんで、じゃあ5人引こうっていうことになりまして、うん、で、まあ、最初、野田プロが引いて、はい、まあ、赤狩山プロの横に引けば赤狩山プロ対、うん、野田プロができたんですけれども、はい、1回転早く進むことができたので決まらず、うん、で次大井プロが引いて、で大井プロもちょっと赤狩山プロの横の横を引いたんで、横の横、はい、まだ1分できず、うん、で次僕が引いたら、まあ、スパンと多い分横にはい、できますねって言われて始まった。あ、やりましょうと、はい、なるほど。さあ、はい、ちょっとね、気味すぎみですね、これは。これは僕ですね、完全に僕がね、気味すしましたね、これは。でも通ってるみたいですね。ギリギリ通ってますか。はい、うん、さあ、これはもう問題ないでしょうね。そうですね、はい、今ド集めから入りましたね。完全に来てますよね。残り7、8、9でね、はい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 、これで5対4ですね。これはテンボールの8セット先取りですね、はいはい、さあ第10落目、うん、9番がいいんですね。はい、
これは取り出しも微妙ですね。難しそうですね。まあでもこのまあテンボールは常にこういう難しいボールが回ってくると思ってつかなきゃダメですよね。なかなかやっぱマス割りも出にくいですもんね。うん、まあそのね、結構ナインボールをね、今スポットシールで運勢って言われてますけど、テンボールもかなり運勢がありますね。その配置ですよね、これは。あの入る入らないとかじゃなくて配置の運勢っていうのがすごい出てくるんで、でもまあしっかりセーフティーとかね、チップシュアウトをしっかり考えてやればそこまで差は 出にくいとは思うんですけど、でも結構最近みんな口揃えてそういうことを言いますね。あのテンボールは配置がもうトラブルだらけの時もあるし、綺麗に割れてる時もあると。はい、完全にセーフティーが見えるティーですね。今のは3と4のところですかね。そうですね、3と4なんですけど、1をもっと2に対して薄く当てたかったんですね。まあ、これはもうちょっとペラッて当たるような感覚だったんですけど、はい、感じでいきたかったんですけど、青いプロも結構来てますね。これはもう雰囲気で分かりますか？分かります分かります。結構仕草で分かるんで。でもこうやって着てるようで着てない風に見せるっていうのも、なんていうか、そのこれはプレッシャーを与えるとかではなく、なんていうか、その落ち着いてプレーをするためでもあるんで。さあこれはすごい大切ですね。やっぱこういう対応力は多いプロはもうかけもう長けてますよね。なんですかね、そのボールの考え方とかが常にすごくいい状態で考えれてますよね、多いプロは。栗林プロはこう試合でテンパっちゃうとかってありますか？まあしょっちゅうありますよね。この時も半テンパり気味ですからね。そういう時はどういう風に対処してますか？対処するというか、もう仕方ないですよね、そのテンパった時は。その状態で頑張るみたいな、はい、なんとかしようじゃなくて、もうそれで行くしかないんで、そのままで、そのままの状態でつくしかないんで、それをなんとかしようとは思わないですね。テンパりながら頑張る。そうですね、テンパりながらでいいんで、いつもの実力が出なくていいから、なんていうんですか、そのもうなんとか勝つためにってしか考えないですね。素晴らしいですね。その、形作りがうまいですよね、オイプロは。はい、これで5対5ですね。1番が入りました。はい、これ取り出しはいけるんでしょうかね。ギリギリ見えてそうな感じですね。
まあ、これはしっかりセーフティーに行きたいですけど、まあ、もし形が悪かったらプッシュアウトも考えられるんですよね。まあ、セーフティーできるんだったら行きますけどね。はい、これはクッションがね、もう一つしかないですからね。今あれですね、3のとこで10で隠しに行ったんですけど、はい、ちょっと強かったみたいな感じです。まあまあ当たりどころによっては全然変わってしまうんで、うん、まあ、今のは僕の中では全然 OK です、うん、とりあえずああいう球の時は悩ませるような球に最低残すっていうつもりでつかないと、うん、やっぱ欲張って隠しにいたりすると良くないんで、うん、青いプロもこういうのは慣れてるんで、こういう風な展開は慣れてるんで、うん、青いプロもしっかりセーフティーは隠してくるでしょうね、はい、うん、しっかりログで隠れてるんですが、確か思い出す感じではカーブで行けばしっかり入りそうな感じですね。でもカーブで行くと前クッションですね、カーブの前クッションで行くと若干隠れてしまいそうみたいな、ちょっと間違えると。だからまあ、これはセーフティーをチョイスするべきだったんですが、確かセーフティーに行くつもりで行くと思うんですけど、うん、暑かったっていう感じですね。もっとペラって当てたかったですね。ペラって当てたら3の手前、タンクッションの右側ですね、右側の方にパッと当たって、はい、チョークッション入って、うん、でかわしてまたタンタンみたいな感じですね、うん、通ってるんでしょうね、多分あんまり気にしてないですもんね。うん、ちょっと弱いけどちゃんと正解な加減を知ってますよね。弱い目でもいいですからね、これは。
ここ大事ですよね。 5-5 で 5-6 にするちょっとリードできるとこですからね。だいぶ今慎重ですね。いや慎重というか、なんていうかその大事にいってるようで、まあ、探してるみたいな感じですね。この配球は結構しっかり考えないと難しいですからね。パッと見た目は簡単ですけどね、若干微妙に嫌な配置でしたよね。さあ問題ないですね。もうはい、はい、それで6対5はいですね。さあこれはもう取り出しがあるんで、いい配置、ちゃんとこの取り出し決めればいい配置になりますよね、はい、スローでいくのか、スローですよね、はい、ちゃんとあこういう振りにしとけばね、8と5は比較的かわしやすくなるんで、ただその3番に対して厚い目に残さなきゃいけないので、はい、4がどうなるかですね。はい、結構、ね、厚い目になるんで4番に対してすごく嫌な形になりやすいですね、かといって振り付けに行くと5と8が邪魔なんで薄くなりがちなんで、はい、まあこの辺はあれですよね、その人のジャッジによりますよね。厚い目に残したがるか薄い目に残したがるか、はい、でも大体入れたいって思う人は厚い目残したがるでしょうね、はい、やっぱ緊張してきた時に厚い目の方がやっぱボールは入りますからね。ナイスですね、今のはしっかり叩いてますよね、はい、しっかり弾かし気味にいってちゃんと押しもコントロールされてますね。7がサイドも効いてるみたいですね、はい、今のところずっと一定ですね、リズムがね、早くもなく遅くもなく、最近なんか遅くないろいろ考え出してるんで、全体的に昔ほどのスピードはなくなりましたけど、ただこれでも早くついてるらしいです、本人の感覚的に。ってことはもう完璧に自分のそのスタイルのペースっていうのが若干そういうスタイルになってきてるってことになりますよね、
これで リーチですね、はい、素晴らしいですね。取ってちゃんとしっかりセーフティー、そして取り切ってマス割り、はい、ミスがないですね。さあここでノーインですね。いやーでも微妙ですよねこれ。僕はもうこのね、あの体勢を見てくれれば分かりますけど相当悩んでますよねそうですよね、やっぱ取り切られてマス割り、セーフティー、しっかりセーフティーされて、はい、もう一回セーフティーされて取り切られてマス割りされてこの配置ですからね、はい、まあ恵まれてますけどね。これで僕はああよかったと思ってますけどね。取り切る難しいね。やっぱこういうのはセーフティー行くべきでしょうね。しっかり隠してで、まあどうなるかですよね、はい、クッションのファールを誘ってとかって考えたことあるんですけど、大概クッションのまずここでしっかりセーフティーしてクッションでファールをもらおうって思ってセーフティーをして決めた時って大概当てられるんですよだから大体にその最悪の状況をそのイメージしてセーフティーですよね。プロ的にはどうですか。はまあいい、まあこの状態なんで先にリーチかけられても、うん、正直あのこの時の震えてる僕っていうのはやっぱ、まあ、ギャラリーもホームっていうのもあったんですけど、うん、手が震え足が震え首が震えっていう状況でこれですからね、うん、もう最高ですよ ね、僕の中ではまだ、これが決まってちょっと緊張が ほぐれましたからね、でこのファールでもっとほぐれましたからね。まあ内心ここで俺これ取り切れんのかなと思ってますけど、ね、この配置取り切れるのかなって思えてるんで、冷静に自分がそうやって状況判断ができてるんで、はい、ボールをよくちゃんといい風景で見れてるってことなんで、だから配置をよく見てるからすごいいろいろ考えてましたね、はい、この時ね。まあここでね注意するべきはまあ4から5ですよね。4から5をいい形に残したいというかカバーがしやすい球にしたいんで、いろいろ考えたんですけどね、コーナー左下のコーナー取って前出す、でもそういう振りを絶対つけれるんだったらとかいろいろ考えて、常にこうリカバリーが多いポジションを取りに行きますね。例えばまっすぐにしたいけどならないだろうから振りを作っちゃえっていう感じでついてますね、この時は。
どうしても6に対して厚い目ですよね。厚い目まっすぐ系にしたら7番にはピンポイントに出るんで、すごい止めるだけでいい形になるんで、そのことばっかり考えてました、ね、だから5に対しては軽く厚い目にしといた方が絶対ですね。でこれですよね、あえてその手玉が流れても大丈夫っていう振りにして横流してこうまた同じところに戻すみたいなね、完全にコントロールできませんって言ってるんですよね。でもこういう風に手玉を動かしてしっかりついていく方が震えてるときは取りやすいですよね。振り切りましたね、はいはい、素晴らしい。さあこれで7対6、はい、僕はもう後に引けないです。はい、取り出しも見えました。はい、取り出しも見えてますけど、こんだけ震えてる状態で、これは難しいですよね。穴前ですからね、手玉がほんのり穴前ですからね。でしょう、隠れてますね。隠れちゃいました。厚い目から入ったら10に当たると思ったんですけどね。当たんなくてもまあ加減すれば見えるだろうと思っていったら当たらず弱くて隠れましたからね。薄い目に入ったら絶対に10に当たることはないんでしっかり出てますけど、でも10に当たらなかったからもう最ギリギリのラインで、ジャンプでいきますね。今入れに行ってないんですよ。セーフティー。はい。
ダダ強だったんですけど、もうちょっとこうぼかし気味で、はい、5の後ろで2番を9と4のところにゴンと当たれみたいな、どうしても攻めづらかったんで、入れても4番があっちなんで、まあ2、4、5、6、7、8、9、10ですね。だから入れに行っても4が出なかったんで、だからもうしっかり守りに行こうと、クッションじゃなくて、はい、大井プロも来てますね、完全に。微妙なんですよね、確か4が9がちょっとだけ邪魔してるんですよね。あー、コースがちょっと気持ちだけなんですけど、まあ気になるんですよね、すごい。はい、こういうとこのね、リカバリー力っていうのは本当にすごいですよね。ああいうシャッと決めますからね、ああいう。これもまあまあ微妙ですよね。7のコンビに行ってもいいんですが、はい、まあ4単独でコーナー取ってもね、若干嫌ですからね。うん、コンビですね。はい、残りが5球です。はい、はい、これは逆入れすぎちゃったんですね。逆を入れすぎですね。っていうか本人、もうちょっと強くつくつもりだったんですけどね、強くついたらちょっと手玉が割れるんで、振りは5番に対してつきやすくなりますね。はい、これをね、僕はね、止めに行くと思わなかったんですよね。絶対切り返しに行くと思ったんですけどね、ちょっとだけですけど振ってたんで。まあ前回もお伝えしたように、バンクはいけねえよなっていう話をずっとしてたのにもかかわらずバンクにしてるんで、これもしかしたらっていう期待があったんですけど。この時僕すごい祈ってますからね。これ座ってね、マチャ田中正明プロが横でついてるんで、座って、はい、いける、入るかなとかって僕に喋りかけてる段階です、ここ僕に、僕と喋ってます。で、意外に早くついたから焦って構えに、あのテーブルに立ちに行ったんですけど。はい、右足が上がりましたね、今。完全にちびってますよね。いや、でも僕も同じ状況になるじゃんね、逆の立場だったら。嫌だったんですよね。7対7ですね。フルセットですね、はい、追いつきました。
さあラスト最終ラックです、はい、当たりましたねブレイク。ザザザザ、どうなる配置、配置が2番が2番が2番が2っていう感じですねうんっていう感じですね。まあ、2、3のキャノンはありましたね、確か。この時はかなり僕は冷静でしたね。うん、海外の経験値が生きてるんだと思うんですけど、すごい冷静につけましたね。はい、これ僕はキャノンネクスト&セーフティーネクストっていうイメージで、はい、1番ついて、でまた迷うみたいなどっちにしようかなみたいな。でも基本やっぱり、ミスをしてしまったら負けなんで、異例ミスでもセーフティーミスでもしてしまうと、はい、もう負けるって思ってたんで、もうこの状態になったら大井プロは回したら外しませんからね。そう簡単に外さないんで、しっかりセーフティーしに行きましたね。これナイスセーフティーですね。でもね、若干浮いてるんですよ。それをね、こうくっつけたかったんですよね。しっかりくっつけてしまえば絶対にクッションのコースがなくなる、当てづらくなると思ったんで、しっかりなくしたかったんですけど、若干浮いてるんですよ。まあ、これでもかなりきつい方ですけどね。散々考えて、できる限りフルでイメージして、何か見つけて、もう本当に割り切っていくしかないんで、これはもう僕が逆の立場だったらファールだなと思って多分つくと思います。正直自分で嫌だなっていうセーフティーに押したんで、はい、自分にとってすごく嫌だって思えるセーフティーを僕はしに行って、その通りある程度なってくれてるんで、僕だったらもう割り切っていっちゃうね。あファールを取りましたが、かなりプレッシャーですね。そうですね、これはもう相当お互いにね、犬みたいに小型犬みたいな感じでプルプル震えてるでしょうね。
さあ残り6球ですね、はい、こういうフルセットのこういう引き玉って僕いつも引きすぎちゃうんですよね。引けないのが嫌だから引きすぎちゃう。はい、微妙ですよね。完全に微妙ですよね。引きすぎちゃう、今まで引きすぎてるからちょっと抑えようと思ったら本当に抑えられましたからね完璧に引けなかったですねでまあまあここまでは安全圏内って僕のイメージ通りなんで、うん、はい、70コンビ、はいですね、もうそれもちゃんと見てるんで、うん、はい、さあコンビゲームボール、はい、はい、8対7で栗林プロの勝利です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、悔しくて、オイブロもまたね練習してますからねさっきのクッションですね、はい、うーん、はい、はい、はい、8対7で、はい、栗林プロの勝利です。それでは、続きまして、栗林超人の引っ掛けのことは俺に聞けのコーナーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今超人の、ね、マイクテストなんで、もし聞こえたら、あ、聞こえますか。どうでしょうか、チャットで反応いただけると助かります。あのすごい、うちの、あれですね、野田さん映りましたね、はい、名人戦の A 級戦にも、ね、残ってらっしゃった野田さんが遊びに来てくれてる、はい、はい、OK ですね。聞こえますか、僕の声大丈夫ですか。はい、じゃあ今日は、俺に引けのコーナーで、はい、引っ掛けですね、はい、引っ掛けです。引っ掛け、まあこういう球は、こういう風に入れることもできるんだよっていう球ですね。はい、じゃあこれにしましょうか。こういうの、まあ、90度、はい、90度、カットがない球ですね。カットがない時ですね、はい、でカットがない時に、よく引っ掛けっていうのを使うんですけれども、今日はこういう球はこういう風に入れるんだよっていうことでちょっとやります、はい、まあこれが一番肝心なんですけど、はい、これがオープン、クッションから浮いてる時、ちょっとでも浮いてる時よりくっついてる時は、はい、しっかりクッションに対してくっついてる時は簡単なんですか。はすごい入れやすいです。例えば、クッションから浮いてると、まあ、クッションがタッチしてるとなぜ入りやすいかというと、まあ、浮いてると薄くなっちゃうんですよね、こういうの、はいはいはい、ね、薄くなりますよね。これがくっついてると絶対にイメージボールに当たるんで、はい、ここに向かいやすいですよね。はい、で、まず引っ掛けるっていうのは、真ん中でも引っ掛けることは、こういう角度があるとできるんですけど、90度の場合まっすぐ上がったらまっすぐ返っていっちゃうんで、はい、必ずひねりを加えます。で、1番の方向に曲がるひねりですね。こういうひねりです、はい、こういうひねりです、こういう回転です。
をかけるとこっちに行きます。はい、でこっちに行くひねりを利用してまずここに1回クッションに入れます。はい、クッションに入れてからここでひねりで引っ掛けてこういうふうに入れる、はい、いうことです。ちょっとやってみますね。はい、これあれですね、引っ掛けのレッスンって結構緊張しますね。そうですね。で、まあなるべく引っ掛けるときっていうのは、はい、スピードは遅めで、うんうんうん、スピードは遅め、要はショットスピードは弱く、はい、ひねりをいっぱい入れる、はい、基本そのギリギリ1番と1番直接当たらないでギリギリに入っちゃえば、うん、右をたくさんついとけばまあ、うん、100% とは言いませんけど90何%かは入ります。はい、ちょっとこれ 10% が出ました。 10% 出ました、はい、ちょっと強いですね今のだとね。はい、じゃあもうちょっと弱めでいきますね。はい、なるほど。これが引っ掛けです。これで、まあ、上手な方は分かられると思うんですけどね、クッションが先に入ってるんですよね。はい、はい、クッション当たってから、クッションに当たってからひねりでこうです、はい、ひねりで持ってってます。ただ5番に薄く当たってるわけではなくてクッションからの、はい、そうです、はい、で、今、まあ、こういう風な球で今引っ掛けてます、ない球を入れるっていうこともできますよっていうことです。で次に今度はこれがオープンしてる時にもできるんじゃないかっていうことですね。はい、これがこんだけ浮いてる時、この時にひねりとスピードとのコースが要はここのイメージボールに合わなきゃいけないんで、はい、ここのイメージボールに合わなきゃいけないのでギリギリ通してしまうとここに当たっちゃうんでここに外れますよね。はいはいはい、じゃあどうしたらいいのかっていうことを今から説明すると、はい、ギリギリ通すとここなわけですよね。はい、でクッションに入ってからこっちに向かうわけですから、いいですか、クッションに入ってからクッションに入ってからこっちに向かおうとするひねりが厚みに対して合えばいいということなんで、僕は大体ですけど基本イメージしてるのはちょっとでもオープンしてるときは球のいいですか、球のこのボール、このオープンしているこの距離、はい、とここの距離を合わせてます僕は。だからここのオープンしてる距離とここのオープンしてる距離を合わせてます。だから直接狙う厚みっていうのはまあここのオープンしてるぐらいの厚み、要はクッションからのオープンしている距離とここの距離、手玉とイメージボールと4番の距離を比例させて狙ってひねりで引っ掛ける、はいはい、そうすると結構似たような感じで引っ掛かってくれるんで、オープンしている時は本当にクッションと同じような感じ、クッション、要はこういう風にクッションで当ててますっていうことですね。はい、これが引っ掛けショットですね。はい、でこれ僕の狙い方のベースなんですけど、イメージボールが要は何ですか、そのボールをこの隙間とここの隙間とここの隙間を比例させて、最初に通る時の、はい、通る距離ですね、はい、距離がだから最初に向かうところがそのイメージボールはくっついてなきゃいけないんですけど、浮いてる状態のイメージボールを作ってここからとりあえず適当にいっぱいひねって、
引っ掛けるっていうのが僕のベースです。まあコンディションによっても変わるんですけど、基本それぐらいをベースにこう狙います。はい、そうすると比較的入りやすくなりますね。はい、もう僕ね、浮いてるのが嫌だなって思いながらはついてたんですけど、そんな明確に狙ってなかったですね結構ね、みんな同じように狙いがちなんで、はい、それだけ気をつけてください。タッチしてるときとオープンしてるとき、はい、次に、こういうときも使いますよっていうときですね、はい、例えばじゃあまっすぐになっちゃいました、はい、ネクストがここです、はい、っていう時にこの球を、手前から直接転がして引っ掛けてポジションを出す。その時の基準ですが、狙い方の基準ですが、熱い引っ掛けたやつですね。はい、まあとりあえず一回やってみましょうか、はい、やってみますね。手前から引っ掛けてこういうふうに持ってくる。これはまっすぐの球で今ここまで引っ掛けます。で、ここはこの時の基準は、あ、これメモの用意ですね。ここのクッションの幅ですね。このボールの幅、はい、このボールの幅、ここまで ここの隙間がだいたいここにあるんです。これぐらいなんですね。このテーブルをこっちにバタンって返したら、はい、2番はまあこれちょっと上にありますけど、この辺にイメージボールがあるっていうことになります。だから僕はこの1番に対してまっすぐ構えて、でこうやってついてます、はい、っていうのが狙う基準です。では何でもそうなんですけど、クッションを測るときでもそうなんですけど、例えばワンクッションで当てたいボールに対して向こうのサイドポケット、要はこれをこのテーブルをこういうふうにバターンとこう、はい、ね、こうしたら鏡っていう、そうですね、鏡みたいな感じで引っ掛けのボールも狙うという、はい、したら1番に対してね、1番に対してしっかりまっすぐ狙っていけば引っかかりやすいということです。で、引っ掛けっていうのはいろんな時にも使います。こういう時にもポジションを出すためにも使うし、入れるためにも使いますね。はい、じゃあ一つね質問入ってるんですけど、はい、ちょっとね引っ掛けの質問じゃないのをごめんなさい、今回省略させていただくんですけれども、手玉のカーブが出ると思うんですけど、多分おそらくさっきのやつですよね、はい、さっき の薄い引っ掛けだと思うんですけども、はい、手玉のカーブが出ると思いますが、栗林プロはカーブ全体のラインをイメージしていますか、それともイメージボールだけを意識していますか。いや、基本例えばじゃあ今カーブがイメージするって言ってましたけど、はい、基本じゃあ僕今この8番をまっすぐつきます、はい、で右をつきますね、はい、基本今ぐらいのスピードでもうカーブしてます、はい、正直直線的に見えるんですけど、絶対にカーブはしてるんで、基本ビリヤードっていうのはちょっとでもひねったらカーブを見越さなきゃいけないっていうことですね。では全体的にカーブを見越してますか、イメージボールを見越してますかじゃなくて、もう絶対にカーブをしてしまうんで、はい、ボールっていうのはこれぐらいの強さでついてもカーブはしてます、正直、はい、してます。で、僕は絶対ひねった時にカーブをするっていうイメージなんで、はい、絶対にカーブを見越してます。だからイメージボールではなく、イメージボールに対してカーブを合わせてるんですね。
だからカーブさせてそこにイメージボールに持っていくっていうイメージでついてます、はいはい、なるほどね、はい、あそれがコンディションによって違いますがっていう、ね、そうですそうですね。それが例えばサラワシャだったらもっと弱くなると思います、はいはい、もっと弱くなってもっとスピードが落ちると思います。本当にこれぐらいでしょうね、はいはい、なるほどっていうことです。はい、逆に今までは攻める引っ掛けっていうことしか言ってませんけど、はい、今度は守る引っ掛けっていうことも、はい、あるんですが、例えばどうしてもこれが攻めれませんっていうことですね、はい、どうしても邪魔してます。で例えば引っ掛けに行った時に手玉が隠れ白がこういうふうに7番があったりとか、はい、隠れるスペースがあるんならこういうふうなセーフティーも考えられます。こうやってもっと奥の方をやってこう隠すっていうセーフティーも引っ掛けるっていう技術があれば、知識ですね、知識があればかわせます。セーフティーにも使えます。本当にこの反対からつくのと同じことですもんね、はい、もっと薄く当てるつもりでこうやってついてあげると比較的セーフティーになりやすいっていう球もあります。逆にあんま使うことないですね。逆にこういう球をいうかこういう球があるとしますね、まあこれは例えですけど、まあこういうふうにあったとしてみんなこれ直接当てようとしてます、はい、でも引っかかったら絶対手玉がここに来るっていうイメージがあるんならこういう球をこうやって引っ掛けに行く手段も考えられる。だから直接ボールっていうのはこうやってすることもできるっていうこともできますし、逆に今のを引っ掛けてもうちょっと厚く当ててもいいですし、引っ掛けて厚く当てて今度はもっと3番をこういうふうに動かしたい、これがない時とかに使います。直接当ててセーフティーのイメージが悪い時にわざと手前からこうやって引っ掛けてこうやってセーフティーする時もあります。その例えばじゃあここにこういうふうにあってで気持ちバンクがどうしてもないなっていう時ですね、こういうふうにある時にこうやってセーフティーしに行きますよね、うん、で引っ掛けてこういうふうなセーフティーも考えられます、ね、祈ってここはカットついてますねはい、この知識があるとあこれもセーフティーできるなっていうことも考えられますし、逆に今度逆ですね、こう引っ掛けに入れながらセーフティーっていうことも考えられるんです。だから引っ掛けっていうのは入れるだけじゃなくポジション出すだけじゃなくセーフティーもできる。でこれはコンディションによってその形によっていろんな方向に行きやすく、要は制限されやすいです。手玉が的玉じゃなくて手玉が制限されやすいです、こっちに行きやすいとか絶対ここに来るとかっていうことがたくさん出てくるんで結構利用する時があります。結構あります、ね、全体的に 10% ぐらいは引っ掛けても大丈夫っていう球が回ってくることがあるので、研究して自分の感覚でそのこれぐらい引っ掛けたらこうなりやすいっていうベースを作ってしまうとすごい簡単になるんで、皆さんいろいろテーブルによっても違うんでちょっとやってみて、はい、手玉の動き方は大体一緒なんで、ただ転がる量とか手玉のラインとかクッションの出によっても変わるんで、まあ、ちょっと自分のお店で手玉の動き方っていう練習で、はい、まあ、入れる練習でもいいですし、で動き方でもいいです。それを一回試してみてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ではエンディングの方になります。ちょっと質問最後ごめんなさい、時間入らなくて、また次回ぜひよろしくお願いします。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日もね、まあ今日は、はい、あのちょっと特別な引っ掛けるっていうね、うん、知ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですが、うん、あの僕は引っ掛けるときに一番気をつけていることは手玉、うん、あの手玉の動き方、はい、あの的玉っていうのはどうしてもコンディションによって把握できない部分があるんで、うん、あの手玉の動き方っていうのをよく見て、こういうふうに動かしたいと思ってついたときに的玉が自然に入るようになってきたりするんで、うん、そういうふうな意識で、うん、あの引っ掛ける練習もしてみてください、はい、これは結構試合でよく迷った時に引っ掛けとけってついたりするので、うん、結構使う時がありますね。うん、はい、なるほど、はい、はい、それでは、はい、それではというか、はい、今週末ですね、はい、リボルバーの方で、はいはい、女子プロツアー、はい、ツアー、全日本女子プロツアーが、はいはい、開催されます、はいはい、ね、暇なお暇な方、時間がある方は、はい、ぜひ、はい、足を運んでもらって、はい、で藤井ちゃんは応援してもらえるように、はい、はい、頑張ります、ね、はい、栗林プロもその日、はい、京都の3区ですね、はい、はい、グランプリ、はい、第5戦になります、ね、はい、はい、今回は16からなんで、16からシードということで、はい、4回勝って優勝します。はい、ぜひ2連覇を、はい、2連覇、はい、期待します。はい、はい、そしてですね、はい、同じ日ですね、はい、29、30ですね、これは場所は千葉県ですね、はい、国体、プレ国体ですね、はい、が開催されるんですが、はい、なんと、ワイマネさんとミドニーも出場となっております、はい、ぜひぜひ皆さんね、応援して、はい、あげてくれると、はい、嬉しいです、はいはい、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はいはい、それでは、来週の放送予定ですが、来週も盛りだくさんの企画でお送りいたします。はい、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。